僕の名前はミミチャンネルを運営しているシンです。と元旦に動画の更新をストップしまして、約、6ヶ月、いや、まあ7ヶ月ぶりぐらいに今回動画をアップしようと思いました。アップしようと思いました理由としましては、おとといに動画のタイトルになってます。うさぎのミミ君が、天国に行ってしまいました。で、亡くなった時のちょっと写真を撮るのはちょっと忍びないので、その時の写真はちょっと残してはいないんですが、埋葬された後に、まあ、ちょっと記念という形で、ゲージの写真を撮りました。で、ゲージの写真に関しましては、いろんな角度から撮ったんですけど、なぜかちょっと右側のところになんか光みたいなものがちょっと映ってしまっております。まあ、ミミ君自体はそのゲージの中で、左側がトイレをする場所で、右側が、行動するテリトリーという場所で生活しておりました。もしかすると、この右側に映ってるということは本人が見てくれてるのかなというふうに思っております。まあ、科学的な根拠は何もありませんので、まあ、あくまでも私の推測でございますので、まあ、ちょっとこの画像で動画を撮るのをご理解いただきたいと思っております。で、ミミ君との出会いは、まあ、30後半の時に、私が、ある会社で、リストラ干渉をされていた時に、妻が私内緒でペットショップから買って持って帰ってきたのが、赤ちゃんのミミ君でした。で、まあ、私自身はもともと犬派で、まあ、結婚するまで犬も飼ってたんですけど、やっぱ犬っていうのはやっぱ愛情をかけるとすぐにやっぱ尻尾を振ってくれたりっていう形で、こちらから愛情をかけるとやっぱ愛情をやっぱ返してくれるっていうところもあって、やっぱり犬が好きっていう状況でした。で、うさぎっていうとどっちかというとやっぱ猫に近い感じで、やっぱ警戒心も強いですし、こちらから、まあ、好意を持ってもなかなかちょっと警戒をするっていう感じです。逆にこっちが、放っておいた態度をすると、向こう側から逆に、こっちを構ってよみたいな感じで、よく動いてきたりをしておりました。どっちかというと、やっぱ猫として一緒で、やっぱり天邪鬼的なのがやっぱりウサギなんだなというふうには感じております。で、まあ、当初は、まあ、私、まあ、犬派っていうこともあり、やはりやっぱりこちらの、なんですか、愛情と、ミミ君の感じる愛情っていうのが、なかなかちょっと合ってなかったので、最初はそんなに、まあ、ミミ君と交流っていうのは少なかったんですけど、やはり、餌とかをあげると、やっぱ喜んでる態度をやっぱ見ると、やっぱり可愛いなっていうふうに徐々に感じるようになりました。で、普段はまあ牧草を中心にあげてるんですけど、まあ、牧草だけだと、やっぱ飽きるだろうし、本人も楽しみがないだろうということで、いろんなおやつを買って毎朝あげておりました。で、まあ、うさぎに関しては、飼うまでは、よくテレビとかで、あるいはやっぱり人参を食べてるようなイメージが強いので、
てっきり人参が好きなんだなというふうに思ってたんですが、実はこのミミ君一番好きだったのは実はバナナだったんですね。もちろん草食動物なので草をメインで食べるんですけど、私がバナナを買って持って帰って、本人が食べやすい大きさに切ってあげると、やっぱりがっつき方とか食べてる時の仕草が全然違うんですね、やっぱり。で、食べ終わった後もゲージの周りを舐めたりとか、あとはバナナを入れた餌入れの周りを舐めたりとかという感じで、ちょっとでもやっぱバナナの味を、感触をやっぱ味わいたいというような態度をとっておりました。で、うさぎで、まあ、10年と言いますと、人間の年齢で数えると大体90歳か100歳ぐらいらしいです。で、まあ、その年齢になってはいるんですけど、やっぱ少しでもやっぱり長生きしてほしいなとは思っていたんですが、1ヶ月前ぐらいからちょっとずつやっぱり老化を感じるような仕草を見せるようになりました。やっぱりまずは、やっぱ目がもう見えなくなってきてるという状況でした。朝に、おやつをあげても気づかないんですね。で、やっぱ鼻とかも悪くなっているので、匂いもやっぱ感じなくなってきているという状況でした。ですので、餌をあげて、目の前にあげているのに、やっぱり気づいていない状況だったので、トントンって軽く背中とかを叩いてあげて、ようやく本人も気づいて、がっついて食べ始めるっていう状況でした。で、最後の方でやっぱりちょっと怪しい兆候が見え出したのが、やっぱりやっぱり1週間前ぐらいでした。うさぎっていうのはやっぱり警戒心が強いので、普段から起きてる時も寝てる時もやっぱ座ってる状況なんですね。てっきりやっぱり横にやっぱりなったり、横たわったり、よく猫とか犬とかはするんですけど、やっぱウサギはしないんですね、やっぱり。まあ、飼ってたミミクに関しては。やはり、そういうやっぱ遺伝子というか、そういう回路を持ってるみたいで、やっぱり寝てる間に、肉食とかやっぱ襲われるんじゃないかっていうような、やっぱり、防衛本能がやっぱあるみたいなので、常に座ったままの状況でやっぱ過ごしていたんですけど、この数日前ぐらいからは、座ろうとして、ちょっと動くだけで足がもつれ出したりとか、で、もうこの数日前になりますと、もう横たわって、ほぼ動かないという状況になりました。だからもともとは、ゲージのところに、自分で水が飲めるようにできるようなものを取り付けてたんですけど、自力で水も飲めなくなってきたという状況でした。ですので、少しでもやっぱ水分を取ってもらいたいと思って、水分の多い草を、口元に近づけてあげると、まあ、食べてくれたっていう状況でした。まあ、もしかして、やばいかなと思いつつも、少しでもやっぱり長生きしてほしいなというふうな気持ちでいたんですが、もう亡くなるもう何日前にはもう完全にもう目が見えない、もう耳も聞こえないのかなと、たまに名前を呼ぶとちょっと反応してくれたりしたぐらいで、ほぼほぼ聞こえてないし、もう嗅覚もやっぱ感じない状況でしたので、やはり、口元に餌とかおやつとかをあげ、近づけてようやく食べてくれたと。本人としても、もうほぼ動けない状況なんですけど、やっぱり行きたいっていう
思いで、やっぱり、まあ、私たちがやっぱり餌を口元にあげると、やっぱり食べてくれて、やっぱり長生きしたいっていうのは、やっぱ本人の意思にもあったんじゃないかなというふうには思っております。で、とうとう、おとといの朝も、やっぱり奇跡的な復活を期待しつつ、朝に、本人の好物のやっぱバナナをあげようと口元に近づけたんですけど、全く動く気配がなく、で、体を触ると、もう完全にもう、死後、硬直がもう始まっていた状況でした。以前飼ってた犬はもう亡くなる少し前からやっぱ吐き気をしたりとか、かなり苦しそうな状況でしたので、まあ、うさぎのミミックに関しては、そういう意味では、まあ、苦しまずに、まあ、亡くなったので、本人的には、よかったんじゃないかなというふうに思っております。やはり飼ってた時の犬は本当に苦しそうに最後は吐きながらずっと生活をしていましたので、本当に苦しそうでした。で、まあ、ウサギのミミックに関してはほぼほぼやっぱゲージの中で過ごしてて、まあ、たまにやっぱ気分転換とかでゲージを開けて、庭で放してたりして、散歩は楽しんではくれてたんですけど、まあ、やっぱペットという立場なので、ほとんど外に出ることもなく、ずっとゲージの中が大半でしたので、今、天国では、野空を駆け回ってるんじゃないか。で、まあ、やっぱペットでしたので、メスウサギとも出会うこともなかったので、天国では、メスのウサギとか恋もしてるんじゃないかっていうふうには思っております。やっぱり常にやっぱペットとしてやっぱウサギを飼ってると、やっぱり自問自答するのが、本人にとってこの生活が良かったのかどうかっていうことは、考えておりました。ただ家の近くは結構野良犬とか野良猫とか、あとカラスも結構多いので、もし数日前のこの状況を野生の犬、猫、カラスが見つけたらもう襲いかかって、亡くなる直前に食べられてたということも想定されてましたので、まあ、そういうことを考えると、まあ、私たち人間のエゴかもしれないんですが、まあ、ペットとしていてくれたのは本人にとってよかったんじゃないかなというふうには感じております。まあ、生きてるうちはちょっとずっとゲージの中で、やっぱ寂しかったり辛かったりすることもあったかもしれないので、天国ではのびのびと楽しい生活を過ごしてほしいなと思っております。で、この動画をもって僕の名前のミミチャンネルの更新はストップします。で、基本的にはうさぎのミミ君の登場も少なく、どっちかというと動物園の撮影とかが多い状況でしたので、まあ動画の削除とかもまあ考えてはいたんですが、まあ、もう動画は削除せずにもちょっとこのままずっと残したいと思っております。もしあるとすれば、もう YouTube からもうこんなチャンネルいらねえよっていうことで、もう削除されるようなことがあれば、まあそれは仕方ないかなというふうに思っております。まあ、私たちのペットとして来てくれたウサギのミミ君には本当に感謝しております。ありがとうございました。